アサヒビールは今日、う、2025年までに販売する酒の2割以上をノンアルコールや低アルコールなどの商品にする方針を発表しました。乾<杯>アサヒビールはノンアルコールや低アルコールなどの商品を拡充し、2025年までに販売する酒の2割以上をアルコール度数3.5%以下にする方針を発表しました。 アサヒビールは、酒を飲まない人などとも一緒に飲めるよう、飲み方の選択肢を広げていくスマートドリンキングを推進しています。飲酒人口が減少する中、酒を飲めない人や飲まない人にアピールして、ノンアルコールや低アルコール飲料の市場を拡大したい考えです。ワクワクするような魅力ある商品やサービスをお届けするとともに、 新しい生活文化としてのスマドリの普及に取り組んでまいります。